タートしました。ほぼ揃いました。先行争いは5番ベルカプリがまず先頭に立ちます。追って7番ショーウェイ、この2頭が出て3番手10番レーヌミノル、かわして13番ブゼットジョリー3番手に上がって18番川北演歌も上がっていきます。インコース5番手ぐらいに1番のミスエルテ、4番ジューヌエコール、直後6番のリスグラシューが追走で3コーナーのカーブに差し掛かります。外回りコース、その後ろから行っているのが14番のソウルスターリングです。ここで川北演歌が一気に飛ばしていきました。3コーナーのカーブに入っています。その後中段のインコースになりました2番のライジングリーズン、外は16番のミスパンテール、間から11番アロンザモナ、そして9番のゴールドケープ、3、4コーナー中間、後方4馬身5馬身相手、12番アエロリットが後方から4番手、8番からクレナインが行って、15番アドマイアミより後方から2番手、最後方が17番のディアドラです。4コーナーのカーブに差し掛かって先頭は川北演歌飛ばします。リード5馬身で600を切りました。2番手が13番ブゼットジョリー、3番手が上がっていった7番のショーウェイで4コーナーカーブから直線、4番手が10番のレーヌミノル、その後5番手が14番のソウルスターリングです。直線コースの攻防、川北演歌リードがなくなって2番手からブゼットジョリー、さらには10番のレーヌミノル、追い出した14番ソウルスターリング、現在3番手から前を追って、追い込み勢からは6番のリスグラシュー、8番のカラクレナイが追って200を切りました。レーヌミノルが先頭、ソウルスターリングが追ってくる、外からはリスグラシュー、カラクレナイ、カラクレナイ、リスグラシューが並んで追い込んでくる、レーヌミノル、カラ、リスグラシュー、リスグラシュー、レーヌミノルだ、ゴールイン、レーヌミノルです。レーヌミノル勝ちました。